皆さんこんにちは。行政書士合格の取説、野端のズバッと重要論点ポイント解説講義第5回目を行っていきたいと思います。はい、第5回ですね、民法の2回目という位置づけになっていきます。前回ね、民法初めて、やっていきましたけども、あれはあれでかなりボリュームあったと思うんですね。こう早速で代理をやっていきながら、債権の他人物売買も確認するという形で、結構あちこち飛んでお話をしていきました。復習はかなり時間かかると思うんですけども、あれをしっかりね、今の段階で、まとめていただくことによって、必ず本試験力が出せると思いますので、頑張っていただきたいと思います。で今回、民法の第2回目は、物件を扱っていきます。で物件はやっぱりテーマが広いので、どこに絞ってお話をしようかというところで悩んだんですけども、今回はこちらですね。はい。取説のテキストの民法の101ページから見ていきます。まあ、担保物件ですね。まあ、今回はこの抵当権と留置権についてお話をしていこうと思います。はい。まあ、まず、この抵当権なんですけども、まあ、ほとんど毎年こう出題がされていますので、しっかり学習をしていかなければいけない。で特に今回は気をつけていただきたいものを説明していきます。でまずですけども、抵当権の話をするときに、大きく物件と債権の違いについても確認しておきたいと思います。はい。この講義使いでまず見ていきます。これ、見ていただくとわかるんですけども、B さんが A さんと C さんからお金を借りています。でこの時に、B さん土地を持ってるんですが、A も C も特に土地に抵当権はつけていないと。いわゆる一般債権者同士っていうことになります。ね、一般債権者同士と。なので、まあ、当たり前なんですけども、A が持ってるのは1000万の貸金債権ですね。はい。C さんも1000万の貸金債権を持ってます。はい。こうやって、債権と債権がぶつかっていくような形だと、AC は平等な扱いを受けるんですよね。どっちが先にお金もらえるわけでもなく、土地の売却代金から平等に弁済を受けるわけですよ。特に優劣はないんですね。先にお金を貸したからとかではないんです。はい。まあ、こういったものを債権者平等の原則って言いますよね。はい。そうなると、お金貸した側とすればね、せっかく1000万貸しても満額返ってきませんから、あ、これ困るというところから、抵当権というものができています。はい。同じ設定で、B が A からも C からもお金を借りています状態。で、違うのは、A さんの方が、この B さんの土地に抵当権をつけているということで、はい。A が持っているのが、まあ、1000万の債権も持ってるんですけども、抵当権という物件を持っている。C は C で、特に抵当権つけてませんから、一般債権でですね。はい。物件と債権がぶつかっていきます。で民法全体通じて、改めて確認しておきたいのが、こう、物件と債権という二つの権利がぶつかったら、物件が基本的に優先するんですよね。で、今回は、どういう視点で優先するかというと、はい。A の方が、先に B の土地から優先して回収できるわけですよ。1200万の土地があって、これを競売で売却したときに、先に A さんが1000万もらって、残った200万だけ C が回収する。という流れになっていくので、はい。抵当権持ってる A の方が優先的に回収できますよ、という話になっていきます。はい。まあ、優先弁済的効力って言いますけどね。うん。で、まあ、この右の方のズバッと解説にも書いています。はい。改めてチェックね。物件債権は物件の方が強いってイメージを持っておきましょう。で、これが今回生きてくるのが、104ページ以降のところなんです。はい。物上代位。なかなか受験生が、分かりにくいと思っているところなんですね。なので、まず物上代位の基本を話しした上で、先ほどの物件と債権の違いがどう生きてくるのかというふうにつなげていきましょう。はい。まず講義使いの1ですね。建物滅失。これが物上代位の一番基本的なケースです。はい。
何かと言いますと、まあ事例としてはいいですね。B が1000万お金を借りていますよと。で、担保として建物に抵当権つけていますってことで、まあ、建物の価値書いておきましょうか。1000万にしましょうね。建物価値1000万とします。ですから、建物があるのであれば、B さんがお金を返せなければ、A さんは抵当権を実行して、建物から優先回収を受けられると。だけど今回は、建物が火災で燃えちゃってるわけですよ。で、本来物件っていうのは、建物ですとかね、そういったものがなくなっちゃったら消えるはずなんですよ。はい。ですけど、抵当権に関しては、ちょっと特殊な考え方をするんですね。確かに火災で、建物はなくなってしまいます。ですが、火災保険とかをかけてると、1000万の火災保険金の請求権がこう発生したりするわけですよ。はい。1000万の建物がなくなって、1000万の火災保険金の請求権が発生する。はい。ここに目をつけて、抵当権者 A は、この火災保険金も他の人に優先して回収できるってシステム。これが物状態です。はい。結構物件に強い力を与えてますよね。ちょっと強い力を与えすぎたので、物状代位をする火災保険金まで A が優先して取れたければ、せめて、この保険金が C から B に支払われる前に差し押さえてくれ。というのが要件になっています。はい。なんで支払われる前に差し押さえてくれっていうのはいろんな考え方があるので、まあ試験では出てこないからいいんですけども、とりあえず、ちょっと物状代位、抵当権者に強い力を与えすぎたので、せめて支払われる前に差し押さえてくれという要件がかかっています。はい。これがまず物状代位の基本ね。で、今回見ていきたいのは、105ページのこの物状代位3の方です。一般債権者との関係。はい。ちょっと見ていきましょうか。A が B にお金を貸しています。で、A は、この建物に抵当権をつけてるって話。うん。で、実は D さんも D さんで B にお金を貸しています。ただ、A と D の違いは、A は抵当権をつけてますっていう抵当権でね。D は特に建物に抵当権はつけていない一般債権者です。この違い。で、この状況でお金を借りている B さんは、自分の建物を C に貸しているわけですよね。はい。こう家賃収入か何かで、こう A と D に払っていこうねって考えているわけですよ。ただ、この B さんが、こう A さんとか D さんに支払いができなくなる。ということになると、なんとかしてお金を回収したい A さん D さんは、この賃料に目をつけるわけですよね。はい。この賃料を差し押さえてしまって、自分の懐に入れてしまおうって思うわけですよ。はい。で、この時に、A さんは A さんで、はい。この賃料に対して、物状代位をかけることができます。はい。先ほどと違って、建物消えてるわけではないんですけども、建物から発生する債権にも、抵当権者手をつけることができる。これが物状代位なので、この賃料債権にも物状代位ができます。はい。で、D は D で、一般債権者でありながら、この賃料債権には差し押さえができるんです。で、そうなると、一つの賃料をめぐって、A と D でぶつかっていきますよね。はい。で、平等にこの賃料を A と D で分けるのか、もしくはどちらかを優先するのかっていう話があるわけですよ。で、その基準をどうするかって考えたんです。で、もう一度書いておくと、A さんは抵当権者であって、物件持ってますね。で、D さんは一般債権者ですから、まあ、債権しか持ってないと。
ということであれば、どう？優先しそうなのは、物件持ってる A の方ですよね。で、今回は、どういう優先のさせ方をしているかというと、下のところ。はい。まあ、上の3行ってなかなか見にくいので、下の2行で試験的にはいいかなと思います。ちょっとくくっときましょうかね。はい。A も D も診療再建に手をつけてる、目をつけてると思いますが、はい。これは、抵当権者 A さんが、この建物に抵当権をつけるのが早いのか、もしくは、一般債権者 D が、この賃料を差し押さえるのが早いのか。はい。このどちらか早い方が優先します。いいですか？お互いに差し押さえのタイミングではないんですよ。ほら、先ほども確認しましたけど、物上代ができるって言っても、ほら、差し押さえしなきゃいけなかったですよね。はい。では例で、賃料債権差し押さえしなきゃいけないんですよ。ということは、両方差し押さえってことが必要なんですよね。であるならば、普通に考えたらほら、A とで差し押さえが早い方が勝ちそうじゃないですか。でも今回は、あえて基準が違うんですね。A は抵当権の登記を基準とする。D は差し押さえ基準とするってです。で、これ明らかに A の方が有利なんです。というのも、A が B にお金を貸して、この建物に抵当権をつけると、まあ、ほぼ 100% この段階で抵当権登記するんですよね。はい。絶対ではないんですが、ほぼ確実に登記を先に入れるんですよ。となると、一般債権者がこの賃料に目をつけて差し押さえをするときには、大体この A は抵当権の登記持ってるんです。意図的に抵当権者の A が優先して回収できるような仕組みを裁判官が作ってるんですね。これ平成10年の判決です。はい。これも物件と債権比べたら物件が優先するんですっていうような考え方の一つなんですよ。はい。これ理解しとくと頭に入れやすいと思います。はい。まあずっと書いてましたからいいと思うんだけどね。はい。物件と債権ですね。はい。ぶつかった場合は、物件が優先する。という形です。で、物上代については、まあ、講義図解にもともとこちら、今、確認したものがありますけど、どこかスペースがあれば、もしくは、こう、1ページルーズリーフか何か用意してもらって、今から写すものを書き取っていただけると、よりいいのかなと思います。はい。ちょっとメモ取ってみてください。はい。一般債権者との関係もう一つ見ておきましょうか。よいしょ。簡単に見ていきます。まず、X が A にお金を貸しています。で、その時に、この A の土地に抵当権をつけています。なるほど。で、A は A で B に土地を貸しています。だから、賃料債権というのはこれ、A が B に土地を貸している違いのことね。はい。ここまでは、まあ、ちょっと書き方は違いますけど、105ページの一般債権者との関係と同じなんですよ。で、その次なんですね。うん。その次に、よいしょ。A が Y に、債権状を取ってします。はい。A が B に対して、こう、毎月か何か請求できる賃料債権を Y にあげちゃったんですね。うん。だから、債権譲渡が起こる前までは、A が B にこう請求できたことが、今後は Y が B に請求できる形に変わっていくんですよ。はい。ちょっとまだ債権譲渡を勉強してない方は難しいかもしれませんけども。はい。
今まで A が言えたことが Y が言える形になると。で、債権譲渡をするときに、他の方々にね、私は新しい債権者ですって主張するためには、あることをしなきゃいけなかったんですよ。まあ、今回は、ここで、対抗要件っていうぼやかし方をしてますけども、もしね、債権譲渡まで勉強していたら、何かわかりますかね？こう、譲り渡した、A からの通知とかね、譲り受けた方の承諾とか、そういったものがないといけないわけ。で、今回分かってもらいたいのは、A が Y に債権譲渡したときに、民法上要求されていることはやったんですよ。はい。ちゃんとやったんです。で、ここから先なんですけどね。うん。で、もしこれ、この状態で、よいしょ。X が、この賃料債権を物上代位で差し押さえしたら、困るのは誰ですか？もし X がこの賃料債権差し押さえできちゃうと、B は A に払っていた賃料を X に払うことになります。はい。でも、債権譲渡がされている状態だから、B がY に払ってる賃料を X が持っていくことになっちゃうんだよね。はい。だから、この状態で物上代で差し押さえがされると困るのって債権譲渡を受けてる Y なんです。はい。で、これ X 対 Y の戦いになっていくわけですよ。物上代を認めてほしい、こう、X と認めてほしくない Y の争いになっていくわけね。で、どっちが優先するかっていうのは、皆さんも察しがつきますか？やはり X は、抵当権という物件持ってる方なんでね。で、Y っていうのは、ほら、もともと A が持ってるの単なる債権じゃん。で、債権をもらってるだけの Y だから、Y も、ただの債権もらってる、一般債権者なんです。ですから、これは物件を持ってる X が優先しそうな流れになりますね。なりそうですね。はい、見てください。抵当権者、今回 X ね。X は、物上代位の目的である債権が第三者に譲渡され、対抗要件が備えられた後であっても、物上代位権行使することができると。はい。この状態で、債権が譲渡されて、Y 自身がやることやった後であっても、X は物上代使うことができる。はい。ってことは、X が優先するってことね。はい。これは、X が、優先するってことです。はい。やはり、物件と債権がぶつかったときに、物件優先させるって、そういう発想を取ってるわけね。はい。ですから、戻っていきますけど、もともとテキストにある105ページのこの一般債権者との関係は、やはり押さえていただきたい。で、これと、今、書き取ってもらった、債権譲渡の話は、事例は違うんだけど、考えることは一緒ね。抵当権という物件持ってる人と、それがない人の関係だと、抵当権持ってる方が優先するって、そういう発想でいけますから。はい。ちょっと、債権譲渡かなんで難しいかなってところですけども、押さえていただけるといいかなと思います。はい。よろしいでしょうか。では、まあ、先ほどの105ページにこう戻っていきますけども、まあ、物件と債権の違いをこう見てきたわけね。で、もう一つ、まあ、物件と債権の違いを一応確認しとくとすれば、123ページって書いときましょうか。はい。で、123ページ、少しページ飛ばしてあげてください。123ページね。はい。これは、債権のところの
ページなんですけども、ここでも物件と債権の違いっていうことで、物件と債権ぶつかったら物件活用っていうことが書かれていますよね。はい。まあ、典型的な話で、A と B で車の賃貸借契約をすると。で、先に B さんっていうのが、賃借権っていう債権を持ってはいます。A に対して車を使わせてくれという債権を持っています。で、この後に所有者の A が C に売ってしまう形。で、C は車の所有権という物件を持ちますよと。はい。で、ここで、債権と物件がぶつかる形なんですが、契約しているのは B が先です。で、車の所有権を持った C が後なんですが、ここは順番関係なく、ぶつかった場合、物件勝つんだよね。つまり、C が、この車を返してくれって B に言った場合、B は、この債権を主張することができないと。あくまで債権は、契約した相手に言えるのが原則ですからね。で、物件は、誰に対しても言えるのが原則ですから、ここで差がついちゃうわけです。はい。これが、やはり物件と債権がぶつかった場合の基本事例。で、さらにさらに話を続けておくとすれば、はい。車の貸し借りならばいいんですけど、住むために土地を借りたり何かしてると、建物か。アパート借りました。アパートの大家さん変わりました。出て行ってくださいっていうのが、まかり通っちゃうわけですよね。それはあまりにも厳しいので、はい。174ページのところで、不動産賃借権の物件化という話があったわけですね。ちょっとこれも見ておきましょうか。あちこち飛んでいきますが。174ね。はい。不動産賃借権の物件化ですね。まあ、こんな形です。はい。まあ、先に AB 間で賃貸借の契約をする。あくまで、はい。B が持っているのは賃借権という債権です。で、遅れて売買契約で、所有権という物件を持った人がいます。で、この C が B に対して返せっていう形に、こう主張していくわけですけども、はい。ここでもし B さんが持っているものが債権のままだったら、立ち退かないといけません。で、債権が物件に変わっていれば、物件対物件ですから、戦うことができます。物件と債権だったら、もう債権勝てませんからね。物件と物件で行かなきゃいけないわけです。で、皆さんはしっかり押さえておいてくださいね。はい。B は、1番、2番、3番、どれかを取れば、自分の債権が物件に変わって出ていかなくて済みますよと。はい。まあ、今回はね、ざーっと確認程度なので、細かく触れませんけど、3パターンしっかり押さえておいてくださいね。賃借権の登記をすると物件に変わる。建物を借りている場合は、建物の引き渡しを受ける。鍵をもらうと物件に変わる。土地の場合は、土地の上に建っている建物の登記をすると物件化すると。はい。この3つをしっかり押さえてくださいね。という話があります。だから物件と債権の違いから、いろんな論点が出てくるんですね。はい。そこをしっかり復習してあげてください。はい。じゃあ戻っていきましょうか。106ページ見てください。106ページ見てください。で、このテーマはですね、記述でも出題の可能性があるので、そういった意識も持っていてください。で、抵当権の侵害なんですけど、まず大前提として、抵当権者って、使用権って持ってますかね？例えば、抵当権を建物につけた銀行さんって、その建物を使えましたっけ？使えないですよね。抵当権は、お金を返してくれなかったら、その土地を差し押さえて、建物を差し押さえて、優先的にお金回収しますよっていう権利ですよね。使用権ないんですよ。ですから、所有権とは違うんです。どういうことかというと、こちら見ていただいて、はい。A が B にお金を貸しますよと。で、建物に抵当権つけます。で、その時に、この建物に誰が住んでいても基本的に A さんは関係ないんです。はい。だから、ね、先ほども例がありましたけど、B が誰かに貸して、
その人がそこに住んでいても問題ないんですね。で、極論言っちゃうと、今回の例みたいに、不法占拠者がいて、その人がね、建物にいた場合でも、別に A さん的に問題ないんですよ。問題になることがあるとすれば、こういった不法占拠者がいるときに、元々の建物の価値が、こう、かなり下がってしまう場合ね。こういうとき問題じゃないですか。1000万で見積もっていたのに、不法占拠者がいて、こう建物を雑に扱った結果、価値が下がっちゃった。こうなってくると、抵当権者的に困るわけ。ですから、原則は、抵当権者 A は、抵当権でどいてくれって言えないんですけど、建物価値が下がっちゃったりするときは、そこで初めて、抵当権に基づく妨害排除請求って言えるんです。どんなときに言えるかっていうことを、皆さんは押さえていただきたい。ここがポイントね。チェックは全部になりますが、抵当不動産の交換価値の実現が妨げられ、抵当権者の優先弁済権行使が困難になるような状態がある。はい。この時に初めて抵当権でどかすことができます。だいたいこれ40字ぐらいですからね。期日で書けと言われても、まあおかしくはないでしょう。はい。で、ここはまずしっかり押さえていただきたいことです。ただ、ここから先補足なんですが、A から C に向けて、どいてくれって言いますよね。で、どいてくれ、そして誰に対してこれを返してやってくれっていうかっていうと、元々の所有者が B なので、A は C にどいてくれ、そしてこれを B が管理するから B に返してやってくれっていうわけね。それしか言えませんよ。で、それで基本問題ないんですが、問題となるケースをお説明します。はい。ちょっとまた、紙を用意していただいて書き取っていただけるといいかな。この画面で例えば止めてもらって書き取っていただけるといいんですが、はい。抵当権者自身への引き渡し、これを見ていきます。はい。まずイラストね。AB 間で金銭消費貸借契約。で、ここに A の土地があって、建物でもいいけど土地があって、抵当権をつけてますと。B としては、賃貸借契約を結んで、C さんを住まわせてます。はい。で、この時に、競売手続きの妨害目的があると。つまり、A さんを嫌がらせする目的で、C さんと契約をして、C さん住まわせてると。やっぱ C さん危ないお兄ちゃんですよ。となると、この不動産の価値が下がっていく可能性が高いですから、はい。やはり、抵当権に基づく、妨害排除請求はできるよね。うん。で、できるんだけど、先ほども伝えた通り、抵当権者の A が C に言えるのは、この不動産を B に返してやってくれ、しか言えないわけですよ。でも、これって、C が B に返したら次どうなる？ D さん捕まえてきて、D さんとまた契約をして、嫌がらせ目的する、嫌がらせするわけじゃないですか。これ、拉致が開かないですよね。なので、この時に、例外的に、はい、事故への明け渡し請求が認められます。つまり、所有者の B さんでは管理できないから、抵当権者である私が管理するということが初めて言えるわけです。はい。それが言える状況かっていうのが上のところですね。1行目の後半からチェックしましょう。抵当不動産を、適切に維持管理することが期待できない場合には、抵当権者は直接事故に明け渡しを求めることができる。これね。はい。これも、だいたい40字ぐらいですから、できれば書けるようにっていう準備はしてあげてください。はい。ということなんですね。で、取説の方にも、この過去問チャレンジで2017年問題が上がってます。抵当権の妨害排除請求は2017年に出てるんですよね。やはり記述は過去に択一で問われたものの可能性が高いですから、記述対策をしっかりしといてくれ。ということになっていきます。はい。
さあ、あとはね、結構時間来てるんですけども、留置券少し見ておきましょうか。114ページを出してください。留置券です。留置券は B ランクにしてるんですが、以前の出題が2015年の問い30です。あ、つまり、毎年出る形式のものではないんですね。昨年7件が出てます。ですから、低等圏が一番出やすいんですけども、低等圏が出なかったら次に何が出るかというと、やはり今年可能性が高いのはこの留置券です。はい。復習をしっかりしていただきたいんですが、勉強をしっかりしていただきたいんですが、講義図解見てね、一番基本例の確認をしておきます。時計の修理をします。はい。で、まだ A は代金もらっていないんだけど、B が時計返すと言ってきた。A が言えるのは、修理代金を払ってくれるまで時計は返しませんよっていうことよね。これが留置券です。特に契約もなく自動的に発生するっていうことに特徴がありましたね。まずこれはいいでしょうか。あとは試験で問われるのは、留置券が成立するのかしないのか、留置できるのかできないのかの話。で、できない例として、あらかじめ115ページのところに、二重譲渡と留置券って入れてます。で、これをもとにいろいろ今日は話を広げていきたいと思います。はい。事例の確認です。まず、A から B、売買。次、A から C、売買。完全な二重譲渡、完全な二重譲渡。二重譲渡状態で、BC、どちらが優先するかは、177条で先に登記をした方ですよね。このケース、C が優先。はい。C が所有者として扱われます。で、この後考えていきたいんですが、4番で、B から A に向けて、損害賠償請求って書いてますね。これ何ですか？根拠。これは、3番で C が登記することによって AB 間の売買契約。はい。これが履行不能になることによる損害賠償請求です。債務不履行なんですよね。もともと AB 間の契約の売買の契約のね、中身っていうのは、土地をちゃんと B に渡して使えるようにしてあげることですよ。これ結果的に使える状態になってませんから、これ履行不能なんですね。だから損害賠償請求です。はい。で、詳しくはこれね、127ページのところに、履行不能のページがありますから、一度確認はしておいてください。基本履行不能は、物が燃えちゃいましたとかね、引き渡すことができなくなりましたっていう話なんです。物が燃えちゃって。でも中にはこういった形で、社会通念上ね、物理的じゃない状態で履行不能になるケースもありますから、あそこも踏まえて127ページ確認をしてあげてください。はい。で、話を戻して、B から A に損害賠償請求できますよと。いう中で C が動きます。俺、所有者だから土地返してくれ。で、この時に、はい、B の側から A に対して、C に対して、留置権の主張ができますかって話なんだよね。6番で、留置権の主張ができますかという話なんですが、できますかね？できなかったですよね。これ、留置権主張ってこうですよね。A さんが損害賠償金払ってくれるまで、私は土地をあなたに返しません。これが6番の留置権主張ですよ。留置したところで、A が損害賠償金払ってくれる可能性って高くなりませんからね。これ意味がないわけですよ。だから、留置権主張はできないことになります。よろしいでしょうか。
で、ここまではテキストに書いてますね。さらに、ちょっとこの事例からいろいろ見ていきましょうか。この C さんを、悪意者にしてみましょう。悪意者。うん。つまり、AB で先に売買がされていること分かっているのに、A から買った。で、登記をした。はい。でまず、悪意者でも、この状況に影響はないですよね。単なる悪意者は177条で、保護されますよね。背信的悪意者だと保護されなくて、登記あってもダメなんだけど、単なる悪意者ならば保護されますよね。この状況で悪意でも変わりはない。で、こういう見方をしてみましょうか。C が分かって買ったわけですよ。で、B からすると、あなたこの状況分かっていて土地を買いましたよね。あなたの悪意ある行動で、私の土地が失われることになった。故意または過失により、あなたは私の権利を侵害したことになりませんか？つまり、不法行為になるので、損害賠償を払ってくださいと。B から C に対して、不法行為に基づく損害賠償請求。これ認められますかって議論です。論点です。これはどうでしょうか？これもダメです。はい。これ認められちゃったら、177条で C が買って土地は手に入るんだけど、B から損害賠償請求来る。これじゃあんまり意味ないですよね。はい。なので、不法行為の損害賠償請求も B から C には認められません。これ以前、公務員試験とかかなで、出てきたことがあるので、押さえていただけるといいかなと思います。なので、もともとは、ただの AB 売買の AC 売買の二重譲渡だったんですけど、いろんな議論出てきますよね。論点があります。債務不履行とか、不法行為とか、留置権が使えるかとか、いろんなものがありますから、この事例から得られるものって多いんですよね。はい。いわゆる横断整理的な形でしっかり押さえておきたいものになっていきます。よろしいでしょうか。はい。ということで、今日はこんなところにしておきたいと思います。ね、当初だいたい25分ぐらいでってこう動画を考えてましたけど、話していくうちにね、やっぱりいろんなこと話したくて、時間見たら35分とか40分近くなってますから、受講する皆さんはね、少し大変かもしれませんけど、しっかり、この講義を理解していただいて、活かしていただければと思います。では、今回ですね、通算の5回目ですか、民法の2回目が以上です。で次回、民法は、債権法ですね、を扱っていきますんで、危険負担ですとか、解除、そして契約不適合責任、あのあたり見ていきますんで、まあ、事前に予習してから受けていただいてもいいかもしれませんね。はい。では今日は以上となります。お疲れ様でした。